言えば言うほどです。はい。さあ、続いて、またお正月らしいいろんなお便りが届きますね。はい、こちらの方はどなたでしょう主婦山主婦子さんからもドウやピンリンさん、バンド、熊五郎さんからもワイカメ亀吉さん、いろんな方からいただいておりますけれども、ぼこさん、いただいております。マグロの初競りが行われまして、今年は738万円で落札されました、ということですね。はい。大間のマグロは、ね。はい。去年は1億5000万円。 ちょうどこの話は僕、誠くんのところで。はい。コラボ番組の時に。はい。一年前にこういうお便りいただきましたよというようなことで、うん、はマグロの初競り1億5千万円っていうのは誠くん、これはちょうど去年の、うん、ねえ、あの、年の初め。初,めの初競り。初競りやったんですよという話で、はい、年今年はこれどうなるやろうというのそんな話をしてたばっかりです。ね。うん、お安くなりましたね。 万円お安,安くなったと言って、万 <laughs> まあそれでもなんですけれどもね,ねえ。ずいぶん安値のような錯覚に陥りそうですが、<laughs> でもこれぐらいなんですよね、いくらご祝儀相場といえども、あまりにも行き過ぎはあかんと思いますがね、と、経営派の物資、院慶さんからも頂い,いておりますけれども。 落札したのは去年と同じ築地などで寿司店を経営する業者で去年まで値を釣り上げていた香港の寿司チェーンが撤退したことで736万円で落ち着きました。初競りでの最高値はこの香港の寿司チェーンをはじめとした複数の業者が宣伝効果を見込んで取引が加熱して去年などはとうとう1億5540万円という途方もない値段がつくなどしました。一見かなり 暴落にも見えますが、この736万という金額でも10年ほど前に比べれば2倍近い価格と言いますから、まあ感覚が麻痺してしまってますね。当て込んでいた方には申し訳ありませんが、やはり物には適正な価格というものがあるものです。もっとマグロも、もっともマグロもうなぎも。 完全養殖が安定して行われるようになれば、こうした話も過去のものとなるのかもわかりませんね、はい。あの、大間のマグロって、この大間のブランドっていうのが、やっぱこの数年間でものすごくこう、はい、ね、人気になりましたから、そこの部分での高値みたいなものもあるらしいですね。はい。はい。ですからね、あの、こちらの方でさ、あの、ガッツ一スさんからいただいております。なんで、大間のマグロ。うん。うん 大馬のマグロと言うんやろうということですね馬年やから大馬のマグロ <laughs>、ま、今年限りじゃない今、ね、年やったらあんた今年の方が最高値つかなかない、ね、あんたのローンは外れましたねガッツ一本さんのローンを読んでみましょう、はい、青森大馬の 黒マグロの特徴は、油の乗り切った良さが挙げられます。これは、津軽海峡がイカなどの餌に恵まれ、ちょうどマグロが右引き、身が、身の引き締まる時期に回遊してくる海域だそうであります。うん、とこういう理由があるわけですよね。何でもそうやという。はい、例えば、石サバ、ね、石味、うん。 あの辺の海流でもまれもまれというようなねもちろんそういったプランクトンのとか餌の様子もあるでしょう、はい、海の流れ様子そこにガーッとそこの中でやってると自然にこの海流で身が引き締まりうんうんと、うん、こういうような説明が必ずね、はい、名物のこういう魚にはつくわけですね、うんはい、大間にはそういう理由があるということでありました、はい マコちゃんからもね、安かったわけは、ということで、この方も書いてありの香港のね、うんうん、不参加。初、初競りに企業が不参加でありまして、日本の寿司屋さんの独占状態だったそうですけども。ええー、まあ、あの、 アベノミクスで景気は良くなっているなんて、ええー、いうことで、嘘の見せかけなことがマグロの発生でもよくわかりますね、ということで、まあ、アベノミクスと今回の暴落とはあまり関係ないかもわかりませんけれども、うんはい、それでもいろんなことを僕はね、ちょっと考えたんですが、後でまたそれが出てまいります夜明けのジュピターさんからもいただいておりますが えしかしまあ、大間の漁師さんにしてみれば、内心儲け損なった感じがあると思います。えー、なんとなく、去年のプロ野球の新ポスティングシステム変更のようで、<laughs> マー君のメジャー移籍料金を下げられてしまった楽天球団のような、そんな気持ちではないでしょうかね。<laughs> どうですかね。そんな気持ちになってるかしら。ねえ。ウルトラマンコメ太郎さんからも、私が漁師さんなら誰かにお願いして根を釣り上げてもらうんだけどね。<laughs> <laughs> はい。うん えそれから豊川のバラさんも、ここ数年がべらぼうな価格であったが、少し落ち着いてきたと言えるんじゃないでしょうかねでもあのね、現地の方々はって、そうやっておっしゃいますけど、やっぱ適正価格でないと、あんまり長続きはしないので。うん 帰って安心しました言ってる方もいっぱいいらっしゃるみたいですよそうですねあの本当にねものの値段ってみんなあっていいと思うんですよ例えば漬物石が一個いくらでダイヤモンドが一個いくらとこれそれぞれ値段ついてますよね漬物石はいくらの値段つくかわかりませんがダイヤモンドなんかは大きさとかね重さとか色とかなんかによって違ってくるとそれはもうあの 値打ちということからすると、その通りやと思います。で、食べ物でも、お酒でもそうですけども、あの、一時あの、こういうなんかで釣り上がってしまう、その実態の、はい、言ってみればですよ、今、はい、今年のマグロと、去年のマグロと、値段はあんなに違うけど、はい、味はどうやという話からしたら、はい、そう馬のマグロ同士ですから、はい、そう変わらんと思いますよね。うん、まあ、変わったとしても、2倍、3倍変わるか、いうこと。 三倍変わったって、七三二二千万円の味かどうか。うん、だから、こういうようなね、あの、市場価格い位のはやっぱりちょっとね、あの、そのものの実態のものに、はい、 値段がついてるんならいいでしょうけれども、何、はい、あのお酒もそこの頃手に入らんらしくてね、うん、1>, 1本5万円ぐらいするらしいよ、一生日。いな。うん、その話を聞きますやん。はい、だけど、5万円の味はせえへんと思います。うん、それはみんなが欲しいって言うから競り上がっていったもんであってね。うん、あの、だから、そのものの実体の価格いうものがなるべくね、くっついてて欲しいなと。はいはい ま、市場経済ですから、なかなかそれは難しいでしょうけどもね。正規であればね、736万円。はい。あの、実際価格であっても、なかなか手は届きませんね、私たちにはね。ほんでもね、あの、花草娘さんがね、736万円のマグロ、一切れいくらでしょうか、一度でいいから食べてみたいなと思いますということですが、去年の、その1億何千万のあれも、あの、割と、あの、安い。値段で、 売ってましたですよ私たちのところにね、届くときにのこれはもう宣伝効果があるので、お店はだから損するでしょうけども、しかしもう、十分ないわゆる効果があった広告費としては。一時の味、マグロ女対加藤隆さんから頂いておりますが、どんな組み合わせや、それは対決なんでしょうね、これ、対決なんでしょうね、加藤隆とマグロ女の、どちらが勝つかや。 <laughs> 感想を言うかと思って今間をあげてましたよ言っても言いません言いません言いません,言い,ません言いかけたよ <laughs> 言いません,ん九州出身の人にサルボボどうやって問いかけた女子アなやんそれは坪井さんが問いかけたあそ,それを覚えてたのあれねで,す、はい、で,でそれはそれで良い宣伝になったんではないでしょうかということで去年あったから今年は安くても宣伝になったわけですよ、うん、えっていう同じ人がすり落としましたよ 700万円でしたっていうのを今年が一番得でしたね。うん、はい。まあ去年があったから今年のこの700万円台でいい宣伝になったということが言えるかもわかりませんがね。そう、はい、ですね。はい。